こんにちは、イークです。にゃんさん、こんにちにゃ、チュコミありがとね。さて、ちょっと、こっちの画面が来ないな。ちょっと待ってね。あ、来たわ。さて、現在、砂漠、ひたくさり砂漠ってとこにいるんだけど、地下水道のとこも中途半端なってんだよね。とりあえず、地下水道は潜って、手なんかするのがないと意味がないので、砂漠もうちょっと探索しようか。トムカンさん、こんにちは。なんか強そう。豚さん。お、いい感じ、豚さん。いい感じ、豚さん。いい感じ。あー、ポイズン。言いたいことも言えない、こんな世の中だよ。レジストポイズンの意味とは。スキルでついてんだけどな。来た瞬間、ドクったよ。お、これ新しい武器なのでは？槍の新しいやつなんだけど、基本のんきり殴るのが好き。ちょっとその微妙な地点でもやめてよ。ずるいよこれ。微妙な地飛んでんじゃないよ。ラッキーさん、こんにちは。ああ、しとってしまった。豚さーん。豚さんのレベルめちゃくちゃ。ちょっとこのブエル何なの？本当何なの？またくま。ああ、ここ、あ、行ってないわ。まだ行ってない場所だけど、痛いな、攻撃が。リバーさん、こんにちは。ホタルホタルはちゃうのよ。ほんと接触ダメージ痛すぎるね。早くも HP が半分だわ。これ一旦帰るべきかな。これ一旦帰ってセーブするべきかのぐらい新しい槍ゲットしたし、ここで死ぬのはちょっと、まあ槍使うかどうか分かんないけど。ちょっとー、あー、死ぬ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 。帰るだけなのに。あー、ハイポーション使っちゃった。帰るだけなのに。もうまったく、もう接触ダメージが本当痛すぎる。転送は誓わない。すぐそこにセーブポイントあるから。セーブじゃなかった、ワープポイントあるから。やばい。そして相変わらずの金欠なもんで、金欠なもんで。とりあえず飛んでるやつ壁に埋める子も狙ってくれませんかね。逃げろー。危ない危ない。みんなどうやって金稼いでんの？やっぱいらない素材売るしかない。何がいらないのか分かんないから売れない。断捨離ができないマンだわ。気づいたら溜まってる。そうなの？なんか回復アイテムとか買いすぎなんかな。常になんか3000円あたりをうろうろしてるんだけど3000円増えて回復薬買い込んで減ってっていうのを繰り返してんだよね。なんかシャードの回
どれを買ってくれるのかしら。これでいい。ありがとう、うん、この値段を繰り返してる。3000貯まってハイポーション買ってお金減ってを繰り返してる。回復全く使ってない。やっぱ上手い人ちゃうんだな。そもそも回復薬を要する意味がないから、それイコールお金を使わないってことだもんね。やっぱ上手い人はちゃうの。てな感じで金が減っては溜まってはの繰り返しで全然溜まりませんわ。料理もそんなになんか自分で素材調達買うなりしないとあんまり料理作れなくない？初見さんこんにちは。デプソーシウス、あの雷のあれね。豚さんと二者選択なのかな。豚さんどうしても使えたままになってんだけど、これよね、通常する雷。砂漠の面ではこっちのがいいかもしんないね。確かに壁にめり込んで飛びながら撃ってるやつにはちょっと当たらないけど、あのファイヤーブエルにはいいかもしんない。大量には作らないイコール、まあ、ダメージ食らってないってことよね。ダメージ食らいまくってお金が減っていくっていう。そんな感じなんだよね、ほんと。新しいな、花の鞭と新しいな。っていうか戻って装備兼整頓兼セーブするんだよ。そのまま来ちゃったよ。セーブするんだよ。豚さん悲しいよ。豚さんできれば使いたいんだけどね。むしろ豚さんほとんど使わない R1 ボタンのカテゴリーに入れたいわ。 R1 ボタンのシャード全然使わない。なんかギミック動かすときぐらいしか使わない。新しいも入手するたびにセーブしに戻るっていう。さあ今度こそ豚さんボス戦でめっちゃ使えます。ですよね、ですよね。たまに豚さん猛威を振るってる時がありますボス戦で。場所が狭い方が豚さん猛威振るんだよね。広い場所だとヒューって飛んでいっちゃうけど、ボスエリアがもし狭いんであれば豚さんの独断上とかす、ひたすらボヨン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 と。あれは楽しいよね。ポイズン。いきなりポイズン。無視していこうと思ったらいきなりポイズン。そうそう、豚さんいっぱい飛ばすの結構いいんだよ。バカにできないのよ。ここはちょっと豚さん封印していくしかないわ。とこんにちは。微妙な位置に追われるな。初手補定状態。補定というかあれだよ、ポイズンを反り待ちだと思うんだ。反り待ち高しだと思うんだ。うーん、上か下かどっち行くべきか。とりあえず下。で日記という名の必殺技ちょ、買わないというか使えない。とっさにコマンド入力ができない。
まあ、あの無調振るとき前行って後ろ下がるのモーションがやらしいな。ほんと死ぬ死ぬ。グレードアップランクアップ、あー、この確か持ってるんだけど、この状態のままでも使えるからどうしようかなと思ってランクアップしてないんだよね。なんか名前変わるよね、ランクアップすると。それ持ってるんだけど今の状態でも使いやすいからどうしようって悩んでんのよね。まんじゅうとスクランブルエッグ、はっちゃま接触ダメージ痛すぎる。セーブポイントあった。ここに来るまでに瀕死になりすぎだよ、やばいよ。安らぎな場所セーブポイント、そうなの。壁を壊せないのね。んー、どういうマップまた総流の塔みたいな感じになっちゃった。これはここだけか、一周ぐるっと回るだけね。いけません。謎の魔法陣が払えてる。あれはちょっと初めてのタイプ。そしてこの扉ボス戦だな。まあさっきセーブしたしやってみようか。やっと来たか。おお、お前か。ミリアム、なぜお前がここに。え、今やっと来たかって言ったじゃん。それは私のセリフよ。なぜこんなところにいるの。立ち去れと言ったはずだ。それはできない。私にはジーベルを止める約束がある。先にジーベル止めに行ったらバッドエンドになりましたわ。ここなら城から遠い。奴のために仕掛けた陣だったが、ちょうどいい。ここで終わらせる。おとなしくしておいて。いきなり、いきなり。え、こんな微妙、難しいマップでやめてよ、ちょっと。ここは豚さん、あえい。豚さんダメだな。強すぎてダメだな。そして妖精さんよりも、シルバーナイトの方がいいな。もう仲間になってあげない豚さんもう豚さんとそもそもあんま戦ってないしな。なんか状態上やったらめったらやってくるけど、この2つはもうついてるしな。マックス HP アップでいいかな。いや MP か、こっちマックス HP、 こっちこっち。ご了承。おとなしくしていやーって。じいさんこそおとなしくしなさいよ。元気で。おっと、そんなワープずるい。おう、ちょっと危ないな。卵焼き目玉焼きではやっぱりそんなに回復しないか。まあ食べとこう。卵焼きとポーション、ハイポーション。この液体と、この液体と、マジシャンの歌い強いマジシャンというか錬金術師だっけ。 この謎のビューン移動、むしろ欲しいな。ビューン移動欲しいな。
これは触ったら感じつかな、これ。あ、スローか、そういうことか。それがどうした、それがどうした。ゴリ押し、なんかこの陣消えないし、ゴリ押し。そしてじいさん結構元気だな。料理はそうなの、初回ステータスアップよね。初回ボーナスって書いてあるから、それは存じてます、大丈夫です。いろんな人に言われるけど存じてます。このゲームの画面内に説明に全くないことあったら教えてください。スローのエリア消えないね。で、多段ヒットするとまずいって感じか。ゴリ押し、いつも通り。そのスローエリアいつになったら消えるんだよ。もうずるいぞ。そしてじいさん本人はビョンビョン逃げるしね。ゴリ押しさせろ、ゴリ押しさせろ。やっと消えた、やっと消えた、スローエリア消えた。いや固いじいさんだで。この力さすがに別格ということか。やはり書を手に入れねば。ロガエスの書は諦めて、私がやらねばならぬ。やっと得られたチャンス、これが最後のチャンスなのだ。ナイス、ありがとう。逃げられた。なんだかんだ料理ガブガブいっぱい食べちゃったね。さて戻ってセーブ。あ、さっきの魔法陣消えてるね。銃だとマップ的に当たらない感じはした。もう素の感じものすごいした。ぐるぐる回るマップだとね、銃とか豚さんとか役に立たないもんね。一旦薬補充しに戻るかな。ちらっと新しいとこ行ってみて考えよう。またぐるぐる回る。あれシャードかな。ディープ進化、お、水中に沈んで活動できるようになる。これでやっと水中探索いけるわ。今まで逆噴射しかできなかったもん、ね、逆噴射難しかったもん。やっとまともなゲットできた。じゃあとっとと戻って、ついでに回復アイテム補充して地下水道行こうかな。でもこっちまだ行ってないな。こっち行ってないな。まあ試して。あらまあ、ふよふよと、ふよふよと、まったくも。あー、下降りる、下落ちる。でもなんか下になんか道があるな、行ってみるか。うざったいなこいつらは。 HP マックスアップ。これ結構広いパターンかな、もしかして。
っとあそこにも宝箱。このマップではこの雷が欠かせないね。本当できれば豚さんをずっとお供にしたいところではあるんだけど、厳しくなってきたね。ちょっとこいつは何なんだっていう。怖いから逃げる、またまた逃げると思ったら行き止まり。やるかやるか。あ、こいつクエスト討伐対象だった。しまった、無視してたわ今まで。エリスさんこんにちは。なんかこう調べるものが、あ、宝箱あったのか。さっきアルフレッド戦ってきたところです。こっちからもだろう。ほんとこのふよ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 とも。豚さんね、ランク上げるのとんかつが必要って言われてね、とんかつまだ作れないのよ。新しいやつ、レジストスラスト、刺す耐性が上がる。ちょっとクエスト討伐のためにこいつやっときましょう。エリアが移動された。あともう一匹。あとはぶっころばさんに報告。とんかつレシピはそうだね、必要なシャード来た時に教えてもらう感じで、多分先に言われても忘れちゃうと思うので、その時が来たら教えてください。さてまたまた回復をいろいろ準備せねば。さっきいっぱい使っちゃった。下手くそがやると貧血状態に常に陥るねこれ。やっぱ複数持ってるシャード売るべきかな。収穫できたよ。何か植える。そして地道にお米を作って売るみたいな感じの。これでどうかし。わかった。で、何か要件。ぶっころおばさんに報告。よくやって。何かよ。私が集めた化け物の情報はこんなところだね。ぶっころおばさん4連続行くよ。この仕事は家政婦のミッターの弔いさ。ぶっ殺しておくれ。おぐれー。やっぱ足りない時売っちゃうよね、売りたくなるよね、シャードね。いっぱい持ってると威力上がると言われたんだけど。この仕事はシスターのサイファーの弔いさ。ぶっ殺しておくれ。おぐれー。何かよ。私が集めた化け物。この仕事は画家のジュストの弔いさ。ぶっ殺しておくれ。ちゃんとここ全部フルボイスなのがね、凝ってるよね。何か情報。私が集めた化け物の、この仕事は荒くれ者のリヒターの弔いさ。ぶっ殺しておくれ。おくれ。荒くれ者だけどおばちゃん的には多分仲良しだったんだろうねきっとね。ちゃんと、さて、何を連成する？とりあえずハイポーションまた作るでしょ。これにしよう。荒くれババ。よし、できた。
実はあのおばちゃん荒くれていたのかっていう。かわいいビーストベレー作りたいけど持ってないわ。首刈りウサギってなんか要求されるけど、どこにいるねんそのウサギ、出会ったことないよ。この帽子欲しいな。ウサ耳も悪くはないね。教える？教えて。ウサ耳落とすやつどこ？ウサ耳というかウサギの耳の素材落とすやつどこ？僕もまだ新しいのいけないな。今ポロネーズドレス装備してんだけど、まだまだ何かが足りない。デプスオシウス強化しちゃおうかな。これ1個しか持ってなかったけど、周囲に降り注ぐ。ただし MP コストが上がる。列車行く道にいたリリム、あーあのバニーガールの姉ちゃんか、あいつか。なんかてっきり生物的なウサギの悪魔がいるんかと思ってたけど、バニーガール倒してこいってことね。エリスさんもそのバニーガールのこと言ってるわけね。依頼主は悪魔城のキャラみたい。歴代悪魔城ドラキュラやってる人ならわかる的なやつかな。強化するかな。ちょっと消費コスト上がるけど、これにしようかな。よしできた。料理スクローにもなかなかいろいろ買い込んでこないとないわ。ダメだわ。この R1 ボタンのクラフトワークとかビーストガードってほんと使わないから、ここに豚さん当てはめたいわ。めっちゃ当てはめたいわ。プレイヤーがバニーの格好しないと落とせないみたい。そうなの。仲間だと思って落とすってことなのね。シルバーナイト強化しちゃおうかな。なんだかんだボス戦にはついていってるしよく。ジーベルをバニーガールの格好しないとって、バニーガールの服ってそもそもあったっけ？さて、何を連想する？そんなことはないから安心なんだよ。探しちゃったじゃないか。なんだよ。無理はしない空中でもう一回ジャンプできるようになったけど、おう、それでも届かない場所があるのよね。久しぶりにこういう会話聞いたわ。残月でもあの高さは届かないと思うわ。ヒヒヒ、バニガル。騙されたじゃないか。武術で空を飛ぶほどの跳躍ができると聞いたことがありますわ。その残月からヤブミが来てますわ。灼熱の岩窟にて不可思議な悪魔を見て候。候。不可思議？続きを読むと、天井に向かって落ちていたような動きをしていたらしいですわ。意味はよくわからないけど、一度その悪魔を探す必要があるわね。何か解決の糸口になればいいでしょうね。灼熱の洞窟ってあったっけ？ところで、何か必要なものはあるかしら？砂漠のこと言ってるんとは違うよね。どれ送ってくれるのかしら。なんかもうちょっといい回復薬ないかなって考えてしまうな。
はい、ポーションここまでしか持てないし、ポーションは回復量微妙すぎるし、ちっちゃいし。なかなか回復手段に困るね。またいっぱいポーション買い込んどくぐらいしかないかな。これでいいの？レシピもね、まだないのよね。そしてまたお金がまた2000台に戻るというこんな感じを繰り返しております。どれを売ってくれるのかしら。食べ物作っておくといいだよね、だよね。それはめっちゃわかるんだけどね、素材がないんすよ。素材がないんすよ。やっぱ被ってるやつは売りましょう。多分使わないであろうもので被ってるやつは売りましょう。これでありがとう。ドミニクの声優さんはともえまみさんなんだね。ごめん、まどかまりかがよく知らないんだ、ごめんね。まあでもわりかし有名な声優さんがいろいろやってるみたい。ボーンスローは絶対使わないからこれ全部売っちゃおうかな。これでいい取引成立ですわ。これで感謝いたしますわ。売っちゃう売っちゃう。頭食べられた人、うん、それは知ってるんだけどね、声を知らないというかアニメを見たことがないっていう意味で知らないなのよ。あのまどかまどき側はあれ漫画版、コミック版も見たことあるからある程度のストーリーは知ってるんだけど、アニメ版見たことないから声知らないんです。はい、声わかんないんです。そういうことなんです。これポイズンとペトリってもうパッシブスキルとかしてるから、あ、また画像が乱れた。パッシブスキルとかしたポイズンとペトリって売っても問題ないのかな、もしかして。売ったら効果消えるとかなったらえーってなるけど。とにかくお金が足りない。わからないか。状態条件をランク級にするとこのパッシブスキルと貸すんだよね。それはやってあるのよ。このスキルと貸すの、これやってあるのよ。でそこからさらにまたつけることも可能なんだけど、確率的に変わってるのかどうかなんかよくわかんないのよね。うん、よくわかんないのよね。何かやっぱみんな詳しいところまではわからないっていうのが多いね。まあゲーム中でそこまで説明されないしね。ありがとう。あとあれだよ、シャード複数持ってると威力上がるっていうのは、ま、本当なのかどうかもちょっとよくわからない。前コメントいただいたんだけど、ゲーム中では一切そういう説明がないし、パッシブになったらね時々無効って書いてあった。時々ランク級って なるとパッシブスキル化するんだけど、時々無効って書いてあるんだけど、言うほどそんなに時々じゃない。たまーにって感じ、ほんとごくたまーにって感じ。結構な頻度で、さっきも速攻で毒食らったしね、結構な頻度で状態上食らいますわ。これ複数持てると上がるのは間違いないのね。ゲーム中では特に言われないけど、そうなのね。ってなると使う可能性があるシャードは複数入手しても売らない方がいいってことね。まあ、とりあえずこの状態で行ってみるかな。とりあえずここのエリアの壊せばほぼ 100% 確率でお金落とすことは判明したので、ちまちま稼いではいるんだけど、ほんと超ちまちますぎるね。さて砂漠のじゃない、砂漠もいいや、地下水道行くんだよ。そうそう、シャドウランク上がるとね、見た目も効果も上がるよね。金策、あ、金策あるの？教えて。
速度ちょっと下がるけど、まあ普通にいけるね。やっとまともに探索できるわ。お金落ちる確率上がるシャードがいる。多分持ってないなそれ持ってないな。ステータスアップ系のシャードしかないな。あとは耐性系のシャードしかないね。クラフトマスタリーはなんか違うしね。やったこれで水中の宝箱が開けれるわ。ただ水中の敵はちょっと身軽だから難しいわね。アイテムドロップ率の上がる帽子ガール、ほうほう。ちょっとお馬さん微妙なラインを移動しないでしょうか。これはレーザーでいけるのかな。クラフトマスタリー作って2つ以上できたら分解がそのまま折るとか。クラフトマスタリー作れたのを知らなかったあれなんかどっかで入手、誰かなんか落としたやつ持ってるような気がしたんだけど、クラフトマスタリーで作れたのね。前に攻撃しないとサポートしてくれる悪魔いた。うん、いた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 。聖堂だったっけ、なんかいたね。あの子が落とすってことかな。複数できるのはクラフトマスタリーのあれ効果なんだけど、うん、なんだけど敵、このクラフトマスタリーっていうシャードが売ってる的な意味合いに取ってしまった今そしてこのクラフトマスタリーつけて作ってんだけど、特に複数できた試しがありません。運がなさすぎて。水中でも豚さん元気。ずるいずるい。レジストエッジ斬撃耐性、うん、あれを延々狩ればルビーとか炎の鞭を落とすから売りまくる。なるほど、高確率で落とすのね。連成するとき時々複数できるんだけど、ランク上がると確率も上がったはず。できればそのランク上げたいんだけど、上がるアイテムが見当たらないなクラフトマスタリーのランク上げるやつが見当たらないな。アサリ、クラゲのシャードってあの逆噴射するやつ、あれなんか扱い難しくねほんとこいつ嫌、もうほっとこ。あららあららら、落っちゃったよ。ムチで芝くか。凍ったというかなんというか。図鑑で確認できたっけ、シャードのやつ。強化アイテム、やっぱお店行かないと分かんないかなこれお店行かないとシャードの強化アイテム分かんないな。クラゲシャード移動しなくなってる。あ、そうなの。ただの攻撃用になっちゃったのね。あ、そしてあっちの宝箱が取れなくなっちゃったのかな、これは。
ちょっと取れなくなっちゃったな。とりあえずこっち行ってしまおう。裏窓研究棟、表よりもやばい研究してます的な感じがするわね。なんかあれはドミニクとアルフレッド職場やんなわけないこんな職場ってたまるか。貴様からの申し入れだったはずだ。どういうことだ。なんかドミニクもちょっと怪しい感じもあるよね。なんか裏でつながってそうな感じもあるよね。ほんの手違いですわ。ただあなたが罠を仕掛けていたのは、それは約束が違うのではなくて、貴様にロガエスの書を渡すわけにはいかぬのでな面白いことを言いますわね。可愛いし金髪だから大丈夫書を求めるのは10年前、両親のための復讐か。あ、ドミニクも賞欲しがってんのね。何を言っているのかしら。ミリアム。もうこのおじさんすぐ逃げる。恥ずかしいところを見られてしまいましたね。今の話、アルフレッドは地下であなたを待っていたのね。そう、だから残月に向かうようにお願いしていたのですわ。最近残月にあんまり会ってないな。彼は空間移動を封じる術を持っています。だからアルフレッドを足止めできると考えたのですが。そういうことだったのね。それで両親の復讐って何があったの。隠しておいても仕方ありませんわね。私の両親は私と同じエクソシストでした。しかし10年前の悪魔の代償か、その戦いの中で命を落としたの。だから私には悪魔を憎む理由がある。そして原因となったロガエスの書にも、ごめんなさい、私たちの仲間が。恨みなんてとっくの昔に忘れましたわ。私は再び悲劇を起こさないためにロガエスの書を回収したいだけ。回収して燃やさないの？回収するだけ。わかったわ、私も協力する。ありがとう。私もあなたを全力でサポートしますわ。信仰が純粋、本当ね。とりあえず全力で運って信用する、まあ、ドミニクもちょっと怪しげなところはあるけど、まあ普通に今の話からするとやましいところは特にないか。ロガエスの書を持ってそこから己の野望のためにまた悪用してっていうのはちょっとないのかなと一瞬思ったけど、まあ大丈夫そうかな。もっと新しいタイプのバニーガールというか、なんというか。挟むよ、そこ挟むよ。挟まれないの？ずるいわずるいわずるいわ。敵さんもあの針の影響を受けないのか。ずるいな。あらかわ、ちょっとパンク、おい横から増えただけなのにちょっとパンクな感じしたよ。横から増えただけなのにグッサーっていう判定が来た今ちぐい。またこういうタイプか。なるほど、仮面ランクアップするとあんな感じなのね。やめて成長しよう、いいんじゃない。日記という名の日記だった。再年月進んだ1781年、ジーベルの力もあり大量のシャードが集まったことと、訓練も順調なことからシャードに関するシャード実験を開始した。訓練の成果なのか、シャードの力を順調に引き出すことができているようだ。特にミリアムという少女、彼女の能力は計り知れない。扱う量も引き出す力もずば抜けている。
そして2年後、上層部を望む悪魔召喚に必要な量の結晶が私の計算上ではあるが十分に集まった。長い道のりであったが、あとは儀式を実行するだけだ。我が友は未だ儀式には反対らしい。何かを得るためには何かが犠牲になる。それは錬金術の基本でもあるはずだ。我々の悲願のために必要な儀式なのだ。この友人っていうのが未だに出てきてないような気がするな。日記、日記なの、そうなの日記が日記じゃないとき結構あるからね。あっち行くともうボス戦となってるね。その前にちょっとセーブポイントとか。あったエレメント系大嫌い、私もです。この雷の魔法で簡単に処分できるのを教えてくれたから本当にありがたいわ。壁をスーッて貫通して握るように移動すんだよねこいつ。そんで背を向けた瞬間体当たりってしてくんだよね。やらしい、やらせーけど雷で一網打尽。でちょっと戻って回復アイテムとかも揃えたいので、もうちょい上の方行ってみようか。ちょっとそこのパンクのお姉さん、ビーストキラー、これもしかして武器かな。ムチ、着物をひるませるムチ。お、ワープポイントありがたや。一旦戻るね。今現在のアイテムがポーションはしっかりあるでしょ。ウニ丼が結構回復量多いからうまいこと量産できないもんかな。今のとこ順調。うん、なんだかんだボス戦の時結構大量に回復アイテムガブガブ使っちゃってるからね。ちゃんとさあ今日はどうする？醤油作れたっけな？作れないな。っていうか売られてたっけな？ジーベルをなんと醤油。フライドフィッシュもおすすめ。あったっけな？一覧にあったっけな？ちょっと待って。醤油。あれ？醤油がないな。まだ一度も入手してないってことか。ウニ丼って確か誰かからもらったんだけど。来てくれて。さて、何を連載する？フライドフィッシュってあったっけな。ないね。全然レシピがないね。カレーライスはまあカレーソース買えるようになってるし、まあ量産可能ではあるんだけど、これを回復アイテムとして使おうかな。でクラフトマスタリーの強化には銀が必要。全然足りません。ジーベルをな、とりあえず料理を買い込んでおこう。ようこそ。どれを買ってくれるのかしら。あ、素材になっちゃう。こっちこれじゃなくて、ポテトはまあ安いけどそこそこなのよね。マカロニはちょっとお高いっちゃお高いけど、まあまあ回復する。
やっぱカレーライスが無難かな。これでいい、ありがとう。回復アイテムとして。で、醤油は売られてませんよと。ありがとう。そしてこのおばあちゃんがずっとクッキー待ち望んでるんだけど、クッキーのレシピが全然なくての作れません。というわけで、とりあえずさっきのところ行ってみようかな。裏窓研究棟でまたアルフレッドのじいちゃんと戦ったりして。側行ってないな、そういえば。クッキー今取れる。あら、どっか取り逃してるってことかな。ふう、得意な芋なかった。教えて。なんちゃら巻きなの場所、あの図書館のところね。ムチマスタリーもらっちゃった。リブリエクス巻きなのところだけど、マップ的に確かこの辺だったかな。なんか未探索エリアが結構あるけど、なんかジャンプの高さが足りなくていけないっていうところが多かったような気がしなくもない。それとついでに、こっちのパンクの姉ちゃんがちょっとクエスト出しようなもんで、ウェイやってしまう。特殊なのいらない？普通に行ける場所を取り逃してるってことね。だいぶ行ったと思ったけど全然行ってなかったのね。あともう一回。ギロチンがね、折り切ったギロチンの真横から当たってもめちゃくちゃ痛いダメージ食らいます。これでおばちゃんの依頼達成。とりあえずボス戦やってみようかな。豚さんにチェンジして。できれば豚さん活躍させてあげたい。黒羽さん重要なキャラ、重要ではないんだけど、クエストあるからね。男らホムンクルスってやつかい。ウィー、豚さん、そんな早い動き私にできないんだけど、できないんだけど、そんな派手な攻撃できないんですけど。ずるい、ちょっとでかいんですけど。向こうの方がパワーがでかいよ。どういうこと。豚さんいっぱい往復するんだ、いっぱい往復するんだ、そこで。ひー、とりあえずカレーライスを食べよう。
ニッパーシャンタ。ブタさん、おう、ブタさん。てか、ちょっと自分を一瞬見失うこれ。ブタさんがいっぱい。ブタさん。ちょっと場所広いからちょっと活躍しきれないところはあるけど、うまいこと当たれば。全然避けらんないな、本当。早すぎるよ、その速さこっちにも欲しいよ。そして自分を見失うねん。ちょっと見た目をガラッと変えるべきだったか。ドレスの色とか服の色とかいっぱい変えるべきだったか。近寄らせない気満々だね、ほんと養豚場。養豚場です。この炎を出た瞬間距離取ろうとしても結構食らうよね。あれどうしたらいいんだろう。ウニ丼やフライドフィッシュ、これ作りたいんだけど作れないんだよな。まだやっぱ鬼だもん。豚さん出せない、豚さん出せない。MP つけた。この炎がどう避けたらいいんだ。死んだ。こっちそんなに機敏に動けないのにずるい。フライドフィッシュもトンカツと同時期に作れる。あーってことはまだ現時点では作れないのね。ちょっと服イメチェンしてくるわ。自分の自キャラを見失うわこれ。敵の方見ちゃってる時があるわこれ。色をガラッと変えましょう。ホムンクルス新張り紙アモニアシリーズ。頭ちょっとそれちょっとちらっと思った。私的にはホムンクルスといったら新張り紙2のアモニアシリーズなんだよね。思いっきりイメチェンしてくるわ。あかんわ、自分見失うのが一番やばいわ。豚さんだった、そうだった。豚さん知らんだった。エクソシュ。エリスさんはアトリエシリーズ鋼の錬金術師。結構やっぱりそういう錬金術関連のやつっていろんなゲームとか作品とかであったりするよね。イメチェンする場所、終焉の間じゃないしな、大聖堂だったかな。パンクの衣装の一個さんでパンクの衣装持ってない。ハリガミ2わからん人は YouTube の方のアーカイブ見てね、ぜひとも見てね。どんな髪型にしますか。コスチュームカラーをガラッと変えましょう。ね、サブカラーのがいいかな、むしろ。サイドと明るさを上げて。トリムってなんすか。あ、ベルトの色とかが変わってるわけね。なるほど。で、こっちもちょっと変えまして。
めっちゃ明るくしてみよう。全身ピンク全身ピンクだとちょっとケバケバしすぎるかなと思うので、明度をもうちょっと、これにしようかな。よくお似合いで。多分これなら見失うことはないでしょう肌の色はピンク。あ、そこまで思いっきり変えることもできたっけな。肌の色どこまでちょっと変えられるかな。思いっきり見た目変えまくればさすがに見失うことはないはずパンク衣装で鞭を持った鞭マスターパンク衣装持ってないから。あー、結構ケバケバしいのいけるねこれ。もう真っ赤かしようか、真っ赤か真っ赤か赤みを帯びた肌で。よく。こんなまだ違和感ないし、そんなに変じゃないし、これなら大丈夫でしょう。さっきはちょっとジキャラと敵キャラの見失っていたからね、本当やばいからね。ではリベンジ、女王様女王様ってなると「おおほほ」って言わないとダメじゃん。高笑いできない。とりあえずボスを倒してからいる後の諸々のことを考えよう。ホタルって感じで高笑いしてごらん。意味がわからないホタルってむしろ高笑いじゃないじゃん全然それをどう共存させるのは逆に難しいよ。豚さんの出番だ。刀の攻撃食らった間に防御力下げられてる。てかダータに敵の反戦について生きてないだけだったわ。さま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 、なんか今炎をかきんって、今かきんって何今。あっという間にピンチ。豚を使うにはちょっとやっぱ広いね。あのジャンプ切りもうまいこと避けられないしな。敵がこっちの壁際に来た時に豚さん往復させるとちょうどいい感じなんだけど、移動するのは結構派手に移動するからちょっと豚さん有効活用できないかもしれんねこれ。豚さん行っちゃう攻撃力が半端ないんすよ。しかも移動速度も速いわね。あれがさ、あのジャンプ切りどうやって避けんだ。あれどうやって避けんの本当。いやでも豚抜けちゃうしそうなの。前スライディング、なるほど、スライディングの存在忘れていた。スマイトをくぐるときしかスライディングの存在を忘れていたよ。豚さんは今回も活躍できないな。これはやっぱ雷にしようか。あんだけの機動力がこちらにも欲しいな本当。大王女強いよ、食らってわかる大王女こっちでは全然使ったことないんだけど。
敵があの刀の攻撃で物理防御力下げてきてるのもなかなか厄介なんだよね。豚さんしょぼんだけどしょうがないの。場所が広くて敵が素早いから豚さん活躍できない。雷にして、で敵が結構近接かけてくるのでグレートフルアシストもなかなかいいかもしれない。エリスさんも自分でやると失敗する。格ゲーのコマンド苦手、私もです。このドタバタ戦闘中に格ゲーコマンド入力できるかと言われたら多分無理なので、今まで一切やったことありません。戦闘中に大切山はそれ違うやつ、ゲッターロボになっちゃう。いきなりやってきた。いきなりやってきたけど、こっちもグレートフラージストで。我であり我でて。ブリフト。いいんじゃないこの、いいんじゃないこれ。ハドケンコマンドこのしちゃがめっちゃかしい時無理だこれ。無理だこれ。おう、まとまり食らった。グレートフルアシストいいね。おう、そんな動きできるの。ミスキックみたいなんできるの。そして今なんかすごいタダンヒットを食らった。何の攻撃、何なの。そうきたか。もうペコペコジャンプするのやめて。分かりにくいからやめて。もうコマンドが本当格ゲー入力の波動拳コマンドとかそんな感じだから、なかなかねこのしちゃがめちゃかしてる最中はなかなか難しいわ。あの優勢キックみたいなのちょっと無理ですわ。受けるの無理ですわ。ちょっととっさに反応できない。てか隙がなさすぎるよ、ハンタマ。そしてこんなに私はタフじゃないぞ、ずるいぞ。あれ多段ヒットする。スティック操作でやってます。2D アクションなんだけど、なんかスティックでやっちゃってる。今のは偶然当たらなかっただけだな。まあで、敵タフすぎない？あんだけ動き回って隙が少なくてタフってやべえな。これはなんか新しい防具とか考えるべきかな。素体集めてこいって感じかな。これはやばすぎです。前の女吸血鬼もやばかったけど、こっちの方がはるかにやばいね。まあ戦う順番的にはこっちが後だから、まあそれはしょうがないっちゃしょうがないんだけど、動き早すぎて追いつけないなあれ。あっちこっちぴょん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 ビュン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 移動しまくって、とりあえずなんか素材取りに行く。ウサギの耳とかでも取りに行く。ビーストブレードが、そうそうそう、ウサギのお尻尾集めに行きましょう。もう素材から作らないと見せるだけではダメだね。
素材集めて練成しないといいものはないわね。列車のところは橋の下だったけど、ここが近い。いやー、ソリューの塔からエレベーター乗った方が近いか。敵の動きを 見切るスキル、すなわちプレイヤースキルってことよね。それがなかなかね、そういう身につけられたら苦労しないんだけどね。いわゆるまあ反射神経的なやつよね。あれ、あ、来た来た。つまりストリートファイター5をやろう。対戦格闘ゲームをやろう。まああれも波動拳コマンドとか複雑なコマンド入力求められるけどさ。対戦格闘の時はまあ出せるっちゃ出せるんだけど、 100% 出せるわけじゃないしな。成功率 60%70% ぐらいかな、波動拳コマンド。ビットコイン、あれね、お金高い。まあ1回だけ交換したけど、なんとか多分次16ビットコインがいるんだったかな。あれめっちゃお金で高くない、ベラボーに高くない。あれ常にお金3000円あたりうろうろしてる私的にはさすがに手が届かない。バイオハザードとこのゲームだいぶ違うから。バイオハザードとは比較にならないよ。バイオのうまさはあれ、アクションとか反射神経うまさじゃなくて立ち回りとか位置取りとかそっち系になっちゃうから、なんかちょっとこういうガチガチのアクションゲームとは違うんだよね。そうそう、前回8ビットコイン泣きなしの1個を使って交換して、で次の強化素材がベラボーに高いという。金がないよっていう。あ、そうだそうだ、ユニコーンの指輪をつけておこう。いや運が上がるやつ。ね、石仮面見た目がダサくなるけど運が上がるし、シャードはもらったけど、ウサギの耳が欲しい。リリムにチェンジする。チェンジバーニー。マジですか。マジですか。チェンジバーニーになったらウサ耳を落としてくれるんかな、本当に。来たね、本当にあったね。お、 R1 ボタンやっと活躍する時が。モフモフワンコ置いとこう。とりあえずここを行ったり来たりしましょうか。チェンジバニー、仲間だよ仲間だよ。何じゃおい、何じゃおい、仲間だっつってんでしょ。で特になんか相手の後スイーツ上がるとか特に ないっぽいねこれ。ただ見た目変わるだけ。右側の方がバニー2体いる。あ、ここの場所よりも、あ、ちゃんとこのメニュー画面でもちゃんとなってるね。バニー、おーおー。敵さん正体バレバレでしたわ。こういうのさ、生めかしく見ちゃうよね、いろいろとね。見ちゃうよね。ねえ。ねえ。まあ、それはそれとして。妖精さんではちょっと火力不足なので、これじゃなくて、シルバーナイトに戻そう。
変態がいるぞ。ガッデン。見てくださいと言わんばかりのね、メニュー画面で見れちゃうからね。やっぱり落とさない、物欲センス働きまくって落とさない。何も落とさない本当。せめて何か落として。ワンコも特に落とさない。あの前のキラーハーバーが落とす武器とかも結局手に入らずじまいだったしな。とことん運がネッス、運がナイス、リアルでもゲームでも運がナイス。ほんと何も落とさんだ。せめて何か落として。変態何か落としたらガクブル、どういうこと。どういうことなの。たまに違う武器でも遊ぼうかな。この槍初めて使ったけど結構炎の追加効果が強力かもしんない。先に別戦もこれ活用してみたらいいかも。うん、バニーはまたもらったけどそんな肉もいらないんだ。そうそう、棚ヒットしてるんだよねこれ。先のボス戦に持っていっても悪くないかもしんない。追加効果ある武器って結構いいかも。お、落とした。首狩りウサギの耳、やっと1個目。でもなんかいろいろと使うよねこれ。もっと欲しいぞ。毒の追加効果、あー毒ってボスにも効くかな。ボスにも効いたら最高なんだけど。汗ば女吸血鬼の時毒状態させたわ。そういえばその戦法を忘れていた。ウサギの耳2個目。何個ぐらいいるんだったっけな。レベルも上がるし、そうだね。今現在経験値、あと1710。レベル上げてウサギ耳のなんか装備品作ってで毒持ってって感じでやるといいかもしんないね。ただこの槍ってキャンドル壊すときがちょっと槍の先端に当たり判定が出るから、ちょっといつもの感じでやるとスカるね。ワンコの鼻先っぽ。経験値はあと1036。嘘耳つけて誘って毒盛る的な感じの戦法でいきましょう。まあ敵が誘われることはないと思うんだけど。ていうか全力でやってくるしね、敵さんね。誘うも何も。とりあえず毒を持って炎の槍を持ってって感じでやってみようかな。5レベルぐらいはちょっと時間かかっちゃうので、あと1レベルだけ上げたらいこうか。362。ここの敵1匹につき経験値どんだけ回ってるとか全然気にしたことなかったの。それが、うん、だいたい100近く持ってる感じね。
お、ウサギの尻尾。レベルアップ。よし、戻ろう。レサージーのシャード、スロー。なんかあったような気がする。敵をスローにするやつ、こんなの使えねえと思ってて、ポイーってしたやつなかった気がする。クッキー探しに変更しても、そうだの。まあ、とりあえず、レベル上がったし。あ、これね。MP コストが30秒。素早いからスロー状態にして、さらに毒も持ってとかって感じであれば結構いいかもしれない。とりあえずまたな。ケチケチマンなので徒歩で戻ります。お金がいつも枯渇しておりましてね。遅くして毒持って何する気なの、グヒヒヒヒなことにはなりませんよそんなことになるわけないじゃないですか。やだやだ。なんか股間ついてるみたいな感じの位置取りだな徒歩で戻った方がやっぱりマップは覚えるよね。全体発言出るのがいくクオリティよ。知ってますよ姉さん、ならよしならばよし。さて、そんでは、回復アイテムはもう前買ったのあるしね。前買ったのあるし、装備品をちょっと整えて。アイテム使用時の回復量アップのユニコーンをつけとこう。で、槍をちょっと持って行ってみようかな。他の追加効果は特に今持ち合わせないね。炎の鞭か炎の槍かどっちかって感じだね。ではリベンジの準備じゃん。最近変態発言においてツッコミしたくなるだけ。そうなのそうなの。変態発言わりかしちょこちょこしてるもんでよいしょ。あ、ちょっと待って。で、ここのトリガーのところをグレートフルアシストにするでしょ。で、先に蜂を仕掛けてから遅延を狙ってみようかな。あれ、蜂ってこっちか。蜂はトリガーの方だったか。蜂を召喚して毒にしたらポルターガイストにチェンジしてって感じかな。際どい発言ちょっと引っかからないように際どい発言を頑張ってやりますわ。
そういえばスピアマスタリーあるな、これつけよう。スピアマスタリーでしょう。で遅延させてって感じかな。このウルフマンにガードさせるのもいいんかもしれんけど、うーん、なんともなっていう際どい。うん、際どい。もろにはなってないから、もろはもう配信できなくなっちゃうから、際どさを狙っていきたいね。さあリベンジ。我が呼びかけに応じよ。よし、ポイズンで、ポルターガイストのグレートフルアシストにチェンジするでしょ。宣言せよ。で、あとはスローに刺されるかどうかだね。おえい、ウェイ、この後追いかけてくるんじゃない。スロー、よしよし、スローにして、あとは雷ビシバシって感じかな。あ、やっちまったい、やっちまったい。あの炎がもうえげつなさすぎるね。ただのヒットかつ握られないの本当は。あ、しまった、とっさのスライディングができない。そして早くもスローが消えてる気がする。スロー状態あっという間に解除されちゃうね。スローはあんまり期待できないかもしれない。あっという間に治っちゃうわ。で、毒状態も消えてるような気がするのは気のせいかな。毒消えてんね。状態上回復するの早すぎない。ポイズンちょこちょこ打たないとダメだね。敵の状態上回復が早すぎる。そして敵の攻撃を受けられないんでは話にならないな。この炎が嫌すぎね。この炎マジでどうすればいいんだ。ああ、なんていう石の入れ打ってくるね。ちょっと後ろ下がった後に打ってくるっていう、そんなすごいフェイントいらないから。あ、食べちゃった、フライドフィッシュ食べちゃった。ここにラムーンがいてくれたら本当だよ。FF15 のラムーンいてくれたら、この悪魔城ごと全壊滅 してくれるわ絶対。遠すぎるとダメっぽい。入ったかな、今入ったね。前最長で三節棍で攻撃してくる。三節棍って持ってたのね。なんか刀ばっかり振ってるイメージだったんだけど、三節棍も持ってんのか。宣言せよ、我であり。あーさん、ちょっとでも隙を見せるとそこに突っ込んでくるね。釣りが早いね。そしてまた毒が消えたかな。いや、まだ毒かな。ギリ毒状態かな。消えてる。あ、やったっぽい。まったくもう。
気がなさすぎるボスだわ。影分身作り出す。やっといけた。もう戦いたくないわ、あいつは本当もう。みんなありがとね。早速セーブ、早速セーブ、即セーブ。めっちゃ料理食いまくったし、ポーションガブガブ飲みまくったけども、さて普通の状態に戻そうかな。石川先生やりおるわ。遠くから見てる。いつものに戻します。そういえばこの辺使ったことないな。裏切り青子に来たれ。うん、同じの作れたわ。同じサイズの召喚できたわ。敵さんだけずるいと思ったけど、でもあの炎に関してはあんな巨大な炎を浮いてたっけなーっていう。あと使ってないやつなんかあった気がしたんだけど、まあないかな、こんなもんかな。火炎放射、なんかどれかあった気もするんだけど、確かしょぼーいって思ったような気がする。火柱じゃないしな。残月がやりよる。残月なんか言いそう。やりよるとは言わないけど、あいつやるなみたいな感じの言いそう。インフェルノブレスか。わらしょぼーい、しょぼーい。さっきのボスみたいな感じにはならないね。でさっきの影分身出すってやつがどこだったっけ。あ、こっちか、 R1 の方ね。焚き火状態。しょぼいや。押しっぱじゃないとついてこないのね、そういうことね。扱いが難しいかもしれないこれは。まあでもはめとこうか。最近豚さんの出番がなくなっちゃったけど、敵さんが厄介すぎてな。わしが増えるぞ。石川先生増えられても困る。よいしょ。まあでも R1 ボタン押さずにずっとついてきてくれるならそれはそれで戦力としてはありがたいかもしれない。あ、ここ血がいっぱいってことはもしかしてブラッドスティールできたのかもしれないね。もしかしたら血がいっぱいついてるわ。またかーい。ふわふわ浮くんじゃないよ、まったく。これはあれだよ、名前出てこない、リフレクションレイだよ。スパイクブレスト、これは防具だね。まあでも特殊効果で触れた相手に傷を負わせる。今まで散々接触ダメージ嫌がらせを受けたけど、これなら仕返しができるかもしれない。またパンクな姉ちゃん。しかしこっちの接触ダメージ1だわ。1、相手のめちゃくちゃ痛いのに1って1って。エクソーシュ、エクソーシュ。
バイクアーマーつけて満員電車に乗りたい。流血事故になるから。水分、サメ耳の素材とってサメ耳の防具作るの忘れた。そういえば今更だけどごめんなさい。後で作っておきます。そういえばっていうあんなに頑張って取ってきたのにっていう。チェンジバニーで納得してしまったよ。レベル上がったので納得してしまったよ。サメ込み攻撃、ブクロバさんの目も届けないとね。クエストやったもんね、ちゃんとね。おっと、でかい猫団がいるよ。パワーアップ猫、ごめんね。でもやっちゃう。マカロン、かわいい名前しちゃって。マカロン、早速チェック。デカ猫、猫もちゃんとかわいいんだよね。敵だけど猫の毒斬り。あ、シャード持ってるのね。マカロン、まあニアボンと同じやつだね。魔女を弟子した猫が怨念とともに蘇った。猫カフェいそう。この子いたら持って帰るでやるわ。しかしバックステップ、もうちょっと後ろ下がってほしいな。敵の攻撃当たっちゃうね。お、ここ開いた。鍵が必要かなとちょっと思ったんだけど、開いたわ。あ、炎の洞窟、さっきドミニクが話してたのこれかなんだけど、ちょっとやめとこう。今やめとこう。あれは次回に回しましょう。なんかもっと高くいけそうなスキル持ってる悪魔がいるとか、なんとかかんとか言ってたよね。猫、ごめんね、やっちゃう。にゃー、痛い、言いたいことも言えない。ポイズン、スキルでレジストポイズンついてるんですけど。花。そんな感じでちょっと次回に回しましょう。あの猫はこの500円の宝箱を守っていたのね。ごめんね、やっちゃったわ。ヘクトシュッ、ヘクトシュッ、ヘクトシュッ、ヘクトシュッ。とりあえずあいつに向かっては雷撃ちまくることにしたわ。まともにブンブンしても当たんないから、雷でしかやらないみたいな。ごめんね猫。危ない、ホムラ。確かに。うわー、そっか、ここ戻らないといけないんだった。さすがに回復しないとまずいな。いい感じに倒せたわ今。
雷が便利すぎて豚さんが霞んでしまう。サスケでできそうなコースあのギロチン地帯のあそこね。確かにね、サスケだったらあれがこう柔らかい素材になるやつだよね。さて一旦戻って可愛い帽子作ろう。気候便利覚えてしまったか。そうなのっていうか敵がなかなかね厄介になってきたからね。豚さん使いたいんだけどどうしても便利さの方が優先してしまうね。忘れないうちに新しい頭バグ作る。コウモリは牙よりもポーションの素材の羽の方を落としてほしいな。必要なのはウサ耳となんかいろいろ言うんだった気がする。とりあえずウサ耳っていうのしか覚えてない。何か情報はあった。とりあえず捕獲。よくやってく。でクラフトマスタリーつけとこう。増えた試しがないんだけど。いやいらっしゃ。さて何を連成する？ダイヤモンドババ。ダイヤモンド隠し持ってた。なんだかんだあのおばちゃんをそういえばいろんないっぱいいいの持ってるんじゃっていう横島な考えがね一瞬頭をよぎるよね。妖精の羽。あでもウサ耳の方は作れそうね。カチューシャは普通に作れるし。でもできればやっぱり可愛いビーストベレーが欲しいな。カジマ泥棒感あのおばちゃんを襲うよみたいな。これは妖精狩りカラボスを狩りまくれってことだよね多分。無理はしない。すぐ集まったっけな。確率どんなもんだったっけな。2種類この辺の図鑑というかアイテム図鑑でなんかわからないかな。ぶっころおばちゃん狩り進行が悪人と化す。ディーネシー、あれこいつ限定っぽいね。ディーネシーってことはカラボスじゃない方。毒持ってるやつかな。もしかしてディーネシー。これアイウェイを順に並び替えるのも欲しいなこの図鑑。ディーネシーってどこだよ。これはボスの方行っちゃうしな。ねえせっかく悪魔図鑑だしいっぱいいろんなのいるからアイウェイ順とか欲しいな。ディーネシー、カラボスはカラボスだしね。妖精の羽はあもしかしたら超低確率で落とすかもしれないって感じか。まだ明かされてないやつが1個ある。でも DNC って書いてあったしな。DNC どこです。あいたいた。紫じゃなかった。緑タイプ魔導研究と裏じゃない方覚えてない覚えてない。魔導研究所どうやって行くんだったっけ。村がここでしょ今行ったとこでしょ。普通のここかな。あ列車の先全然違うわ列車の先。あれもしかしてワープで行けない場所。列車乗らないと ダメなのかな。これためしにちょっとワープできるかどうかだけ確認しときましょう。
表の魔導研究所と裏の魔導研究所をめちゃくちゃ距離離れてんね。あ、被膜、これでポーション作れるわ。暗くて見えないだけ。そうなのね。おお、確かにいける。で、緑の妖精狩りじゃあ。一応運が上がる装備もしとこうかな。海賊帽と石の仮面、見た目がやばいけど。シャドウじゃなくて、まあ、シャドウも取ってなかったけど。ヒーリング、徐々に HP 回復。あれ、これ前なんか取った気がするけど、あ、途中で死んじゃったのかな、もしかして。結構数はいるね、この。あー、ミミックだった、忘れてた。ヒーリング取った後、途中でやられたっぽいね。わお、倒してない。毒針、そっちじゃないんだ。妖精の羽の方お願いしますよ。毒針じゃなくてね。何個、とりあえず1個なんだけど、他の素材でも妖精の羽って要求された気がする。確か牙、うん、だからこれはミミクだっつーの。大爆発した、ボマーの仕業ね。毒針ばっかもらえる。なんなな、まあ、さっきのなんだっけ、あ、D にし 5% の確率、一番レアドロップっぽいなこれ。イグネスがボマーなんで。あの、あれじゃないから、ハンターハンターのあれじゃないから、違うから。シャードバックもらえるな。今そっちよりもですね、羽の方ですね。これはやっぱり配信外で やった方がいいかな。シャードバックもらえるんだけど。床？ん？床？あ、なんか隠し通路がある的なやつ。おわお、抜けた、急に抜けた。ギシギシってた、気づかなかった。首飾り、てんやわんやしすぎて気づかなかった。あったのね。雷が便利すぎての。しかし素材は落とさない。落とさんの。置いちゃった、置いちゃった、しまった。ドロップ率上がるアクセサリー、なかったね、なかったね。さっき言ってたの何だったっけな、何だったっけな、忘れちゃったな。
レベル上がっちゃった。全然ダメだわ、出ないわ。ドロップ率が上がるアクセサリーだからアクセサリーカテゴリーよね。うん、やっぱり今持ってないな、ないな。水路にある、水路そういえば全部まだ巡ってはないか。水路めちゃくちゃ広いもんね。組内でちょっと乱獲してんだけどなかなかやっぱり来ないね。ダメだわ。今ちらっと入手したの違うよね。多分今のは違った気がする。ちょっと見えた気がしたのは気のせいだよね。ないな。さあ、そんではちょっとリアル時間的に配信終わらないといけない時間になってしまいましたので、今日はこの辺で終わっておきます。ちゃんと出るかな、出るのかな、粘っても出るのかな。先に水路の方でそのアイテム探すべきかな。まあぼちぼちやりましょう。ぼちぼち行きましょう。本当運がなさすぎてやばい。というわけで今日はこの辺で終わっておきます。あ、豚さん出せない、豚さんが出せない、おどれ。というわけでこんな感じで運がないプレイヤーが頑張る配信ですが、できればクリアまで頑張るのでお付き合いくださると幸いでございます。それではご視聴してくださった方々、コメントくださった方々、どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。あ、ツイッターの方でまた配信の予定とか書いておくので、よかったらご覧ください。それではまた。グリグリグリ。